お父さんがスタンドで子供たちに取り囲まれてますよ。ねえ、ねえ。かわいい。大きなお腹ですね、しかし。ねえ。何回の香川と似てるんですね。あんたですね。ゆうたくんのこれ衣装っていうのは何キロぐらいあるの？私で頭も合わせて7キロぐらいでした。7キロ。ベイビーが10キロぐらいじゃないかな。あ、じゃあやっぱりグラウンドに尻餅なんかをつくとちょっと起き上がるときに少し頭の部分が重いですか？あ、そうですね、もう勢いで勢いで。あ、割合はい、山井さんは運動神経はすごくいい方ですか？まあ学生時代なんかスポーツ、いや学生時代もお芝居ずっとしてましたね。ああ、そうですか。ダンスは別に個人的に習ってますけど。ああ、そうですか、はい。さあ、ふくらが非常に見事なヒットを放って今日これで3安打10割です。そしてフォーボール一つでパーフェクトですね。そうです。これも難しいコースですよ。だから森本さんの口からうまい、ね、そうですね。プロって出たんですね、これで打率がぐんと上がって3割1分4、5厘ぐらいになったんじゃないですか。3-3ですから ね、 ね、そうですね。うん、3割1分4厘ですかね。14厘ぐらい、はい、いいプレイヤーですね、が8月の31日に誕生したというね、はい、お話を聞きましたけども、はい、もちろんお子さん生まれた後なんか西宮球場で会うと福田選手なんかどうですか、ニコニコしてました？そうですね、あ、名前なんて言うんですか、知ってます？いえ、私は知らないんですけど。あ、そうですか、はい。もう一人の誕生日は今日なんですよ、松永ですよ。あ、そうでしたか。じゃないですか、ハッピーバースデー言わないとダメと思うんですよ。今日は28歳と思うんですよ。今日は27日ね。28歳と思うんですよ今日は。そうですか。ハッピーバースデー歌いましょうか。あ、本当だ。ハッピーバースデープレゼントならなかったね今ね。マーティーさんってしかしそういうことよく知ってますね。いや、エミさんのために調べたんですよ。今誰の誕生日が近くに来るんですか。ありがとうね、エミさん。松永ね、今日これで4-1ですか。4-1ですね。4-1じゃ下がるんですよね。もちろん下がりますし ね、 ね、まあ、結果4-1ですけれども内容は 4-0 ですよ、はい、そうですよね、はい、広いもののヒットですもん ね、 ね。やっぱり森本さん言ってるようにね、当たるだけのバッティングちょっと一緒、ね、あまり積極的じゃないんです ね、 今ね、初球からの、ね、スイングには見えないね。ストライクも追い込まれてないスイングとしてはちょっと迫力ないですね。これはやっぱりいろんなプレッシャーみたいなのをまたやりましたか。感じてね。盗塁を行いました福良選手には配球園芸から盗塁賞が贈られた。やっぱりかつての阪急はもう こういう感じだったんですよね。そうなんですね、もう出ると走る。で、まあ、実際ね、まあ、確かに昔から比べますとね、はい、若干足が使えない選手も中にいますけれども、今の福良を含めて松永ね、はい、まあ、飯塚や山森、弓穂香とこのクラスはね、十分、まあ、単独のスチールだって十分できる走力は持ってますからね、脚力は。今の福良の盗塁がちょうど今シーズン12個目なんですよ。これがチームで一番多いっていうんですから、そうですね、寂しいですよね。だからね、私は今年松永よくやってますけれどもね、走塁部門で今日一つの盗塁を含めて9つでしょう、この辺りもね、目立たない部門なんですけれども、今の阪急の打線っていうのはね、まあ、とりあえず石峰とブーマーという大砲がホームランが出なかったらなんで稼ぐかということになる。やっぱり足とか ね、 いろんなものでね、こうかき回すという、それが今年はできなかったというね。松永の9個という盗塁っていう数もね、これはもう大不満ですよね。足でこうかき回してくるチームってね、もう相手のピッチャーはもちろんのこと、守っている野手にしたって本当にうるさいチームですもんね。そうなんですね、
から常に次の塁を伺うという姿勢がありますとね、はい、どうしても日本のピッチャー変化球主体のピッチングをするんですが、やはり速い球で投げなきゃいかんなということで、はい、バッターにとっても有利な材料がゴロゴロ転がってくるわけなんですね。これはもうチームのためにすごくいい形になるんですがね、それがもうさえもできなかったということですよね。今年は総括を含めてですね、今年のままあ、これはかなり大きいですが、伸びきりませんね。ウォーニングゾーンまで行きましたが、二塁ランナーは三塁まで行きました。しかしツーアウト。そして石峰ですから、これはまたちょっと下手をすると歩かされそうですね、うん、今日2安打そうですね、次の飯塚が全然当たってませんので、ちょっとあのジョージ・ライト 両方の2安打が助かったものですね、はい、ちょっとファイトマニームラウンだったらちょっとライトに分けないとダメですもう森本さん、はい、2割9分5厘まで行きましたよ。そうですね、あとそうですね、2試合2本ずつ打てば、はい、まあ、もうスッと上がりますね。キャッチャー立ち上がってますね、はい、去年までの石峰にはやはりこういうその経営のフォアボールというのも結構ありました。山内も力投はして緩急を最小得点に抑えてはいるんですけれども、なんかやっぱりこう隙がないと言いますかね、大事なところにミスが出て前半で3点を与えて、その福本にバッティングが見たかったファンも多いでしょうが、ピンチヒッター長村と変わりました。まあこれが首位を争って、デッドヒットを展開しているというゲーム展開であれば、ここにも右の長村以外にもっと勝負強いバッターがおれば、ね、はい、そうですね、当然でしょうけどもね。14打数2安打打点1、1割4分3厘の長村。今年でもう8年目です。この人は確かあの四国の鳴門工業から駒澤大学行って、とうとうの駒澤大学時代確かリリーフヒッターじゃなかったですかね。ああそうですか、確かなんかそういう看板引き下げて、阪急が昭和56年にあのドラフト第2位で取ったキャッチャーですからね。まあ、肩の問題、はい、それとやはり体が若干硬いということでね、柔軟性に欠けたバッティング、確かにパワーがありますけどね、あのつぼに来るとね、スタンドまで放り込む力あるんでしょうけどもね、硬いですね、全体的にね、あの彼は入った時にね、確かあの中日の中尾の次ぐらいでね、はあはあ、期待できるキャッチャーっていう評判だったんですね。出したね。こう見てみますと、阪急も非常におとなしい選手が多いなという、ね、顔ぶれ方が揃いましたね。多少のやんちゃなやつもおればいいんでしょうけどね。いい当たりだったんですが、レフトの高柳が懸命にバックいたしました。あ、こうだ、なんかぶつぶつ言うてるんですね、言ってますね。ど真ん中のストレートでしょ。真ん中ですね、俺だったらフェンスオーバーしたっていうことで今言ってるからランナーが残りました。石峰敬遠先が起用成功して、結局7回の裏ブレーブス追加点なし、3対1で結局阪急2点のリードで7回終わりました